ビジョンザ富山。さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ、富山への思い、未来のビジョンを伺うコーナー、ビジョンザ富山。今日のゲストは富山ターミナルビル社長水田誠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。富山ターミナルビルは富山駅前のマリエ富山、そして今月18日オープンする。 JR 富山駅ビルの商業施設マルートを運営する会社ですさあマルートオープンまで一週間となりましたがこのマルートどんなコンセプトで準備を進めてるんでしょうか、えー、マルートはですねもともとのコンセプトとしてはあ富山の人々に寄り添って役に立つ施設になりたいというふうに思っていますで、まあその中で具体的にはですねまあ今まで、えー、マリエ富山、えー、富山ルシェっていうのを我々もやってまい いましたけれども、はいまあ、マリエト山といえばですね、まあ、ファッションビルとして、うん、あの女性の方、それから学生の方には大変人気の施設ですが一方で、えー、生活全般にですねこう役に立つような施設が、まあ、駅前はそんなに充実してなかったと思うんですね。ね、はい でそういう意味でいうと富山の方々、全部の方々にこう役に立つことがあんまり今まで我々できてなかったなって思いますので、はい、こう今回、ルートではですね富山の本当にあのお年,をお年を召した方から若い人、子供さんまでですねあの皆さんにご利用いただけるような施設を目指しています。でそのの中でで特にあの重視していいるはは食べ物です、はいで あの今回、えー、マルートの中にはあの生鮮産品といわれる魚肉野菜それぞれ、えー、専門店を含めて、えーま、スーパーみたいな形で、はいえー、揃えますし、はい、それから、まあ、あテイクアウトとか飲食店カフェ バーみたいなものも充実させて、まあだいたい五割弱くらいが食に関するお店になっています。多いですよね。多い,いですね。うんうん、今までのマリエからしてみたら、うんうん、ほとんど、えー、まあファッションとか雑貨が中心だったと思うんですけれども、うんうん、そこから食に食、えー、の方にドーンとこう <laughs> シフトしたということです、はい。うちの娘も中学三年なんですけど、マリエ大好きで、ファッションとか雑貨とかよく買うのに、私は親として、まあ 行くっていうことが多かったんですけど、はい、そうなると、まあそういった今までのターゲットからより幅広く、はい、まあ私ぐらいの世代も、もっと上の先輩たちも、本当に富山のみんなが楽しめる場所っていうことなんですね。はい、そうですね。そう使っていただいたらありがたいというふうに思っています。もう行くたびにあそこをこういろいろとこう外観にいろんなお店の名前がこう出てきたりして楽しみにねしている方も多いと思います。 あの他にもホテルもできたりとかもちろんこの JR 富山駅ビルの中にも JR 系のホテルが入りますし本当駅周辺って今、次々と整備されていて表情も変わってきてきますよねその辺り、どうですかそのこの富山ターミナルビル社長の立場としてこの駅周辺の今の変化の様子を見ててどうでしょうか。そうですねあの 富山に関しては6年前、7年前に、まあ、新幹線ができたり、それからあのライトレールで、でまあ、2年前には南北がつながって、まあ、そういう意味では、あのまあ、弊社がやるうルートもできて、でもうすぐブルバルも整備されるじゃないですか、北口の広場も整備されて、富山駅のこうなんていうか、 ハード的な整備ですね長年試県があの努力されてやられてきたことがついに完成をするなっていうふうに思ってましてでそれにこう民間があの私どもそうですしそれからジャルシティさんとかそれからヒルトンさんとか。 それからまあ多分今後北口もですねまだまだ再開発の可能性があるし文化ホールも立つのでそういった意味ではこれから民間がやっと活躍する時間が来たなと思っていてもう少しおそらく富山さらに駅前を発展を続けるんだろうなというふうに見ていますでも本当にあの私もよく言われるんですけど昔富山にま10年くらい前に来た人がですね久しぶりに来るとですねもう な,なんかこれが富山だったってうの、あのー、もう記憶がないみたいな感じで <laughs>、ね、随分駅の構内の雰囲気自体も変わりましたしねそうおっしゃる水田さん実は今の富山だけじゃなくてかつても富山に、はいえー、赴任していらっしゃったことがあるということでプロフィールをここで改めてご紹介します。はい、え1968年兵庫県の生ままれ西宮市でとということで JR 西日本に就職されるんですね、はい、でそこから富山ターミナルビルへ出向されて今回はその2度目の出向富山ターミナルビルの社長として2019年に富山に赴任されているということでそうそうか JR に入られたんだけども鉄道の仕事というよりはずいぶんまちづくりというか、はい、そちらの仕事に関わることになっておられますね。 JR に入った あの要は私も子どもがまあもうすぐ中学生の子供がいるんですけども小学生くらいだと「お父さん何してる?」ってこう聞きてい中で「うちのお父さんは JR だよ」って言ったら「運転手か車掌してるんじゃないか」と「それはしてないよ」って言ったら逆に相手からですねがっかりされるっていう感じがありまして JR といえばなんかそういう鉄道の本当に、A、で活躍するっていうお父さんが実はヒーローなのかなと思ってえ少しあの息子には肩身の。<laughs> 思い前をさせてますけどただ、あの私、本当にですね鉄道の手の字もかじったことがない、鉄道会社に入りながら、<え>あのほん本当に鉄道のことを知らないで、まあ、あの入社してからほ,ほとんどすぐですね、はい、こういうあの関連事業とか、まあ、特に駅ビルとか、そういう関係の仕事を長くやってまして、はい、まあそういう意味では、まちづくりとかそういうことに関しては、あのもう入社して30年以上30年くらい経ちますけれども、ずっとやってきた人間です。でその他にもあの 新しい新規事業なんかもずっとやってきていますので。まあそういう意味で本当にあの J. R. ではですね、こういうのを鉄分って言うんですけど。鉄道のあの色を持たない人間、鉄分の薄い人間。って,言てそういう <laughs>、はい、貧血みたいなですね。すね鉄分薄い、はい。もうあの私はあのそういう鉄分が本当に薄い人間でございます。<laughs> あのまあそういう J. R. 西日本にお勤めということで、まあ。不妊。 している場所も、富山以外にも地方都市が終わりだったでしょうし、はい、出張でも各地行っておられる中で、富山っていうところはどうですか、あのリップサービスなしで、どんな印象でですすかねねそうですねまあ富山はですねあのリップサービス全くなしで、他の都市と比べると、ですね県庁所在地なのに、少し寂しいなっていうのが、まああ初見ではありますますずは。はい、はい 私もあの住んだこと岡山とか福山とか、まあ、福山辺りだと富山とあまり人口変わらないんですけれども、うん、やっぱり駅前の人の通りだとかそれからあ、まあ、駅前に百貨店とかが他 JR の他にもあったりするので、はい、そういう意味で言うと駅を降りたときに少し、えー、寂しい感じっていうのはどうしても富山の場合あるかなと。うん、これはあの昔も それから今まあコロナのせいもあるんですけれども、疫病終わりたら、うん、まあ広,広いけど人が少ないなっていうのは直見としてあるかなというふうに思いますね、うん。逆に魅力だな、いいなと思われるとこはこ。そうですね。もうあの逆に言うと人が少ないんですけれども、えっ、ー、と皆さんこうとお話をしてると、はい、あの。 まあ都会だとこう人が多いのにからこそなんとなくギスギスせかせかしてえ本当になんとなくこの人たち幸せに暮らしてるのかなっていうふうに思うんですけど富山の人はあのそういう意味では本当に誰とお話をしても。 やっぱり自分の,、えー、こう身,の丈身の丈って言ったらあれかもしれませんけど自分のしたい生活をしっかりされていて、はい、でそういう意味で言うとマイペースなんだけど幸せに暮らしている感がすごく私としては強いなというふうに思ってますねす幸せ、はい、今ね、ね知事も幸せに注目はしてますがす、ねはい、私たち地元にいるとあんまりそれ実感しないんですけれどもそう,、ね、あそういうふうに見えているという。ちょっと今 ちょっと寂しい部分と嬉しい部分となりましたけどもね、うん、まあそんな、えー、水田さんは先ほどもお話にありましたけど JR 西日本に入られて地域活性化につながるこう新しいビジネスを生み出すセクションにも随分いらっしゃって、はい、そこの責任者の時にユニークな取り組みいくつもしてこられてるんですよね。 いくつか本当にあの成功失敗別として JR として地域の地域おこしだとか新しいこう商品の開発だとかそういうのにつながる取り組みを各地でやってましたので、はい、例えば大阪ではなんとサバの養殖を手掛け寄生虫がつかないサバを養殖しその専門店を出したとか、はい、ノロウイルスの感染リスクの低いカキの養殖に。 これ広島ですかサバも実は鳥取の方で養殖をして大阪のサバ屋さんというサバ専門店がいらっしゃるんですけどそこと組んでお嬢さっという名前でですね虫がつかないからお嬢サバこれを名前つけてですね売ってたというか料理として提供してたんですね。あとは え広島の方の大崎上島というところでこれもあの現地の生産者さんと組んでですねで我々としてはあのま,あまさにノロウイルスがないえあの要はため池で作ってるんですね、うん、外海で作るとどうしてもあの家庭とかいろんな排水が流れ込んでそういうのがノロウイルスにつながるんですけどため池で養殖するとそれがつかないということで,でそれに我々も参画してえそれもですねオイスターボンボンという名前をつけてですねえそれは ボンボンだからでか。です、ボンボンだからですね、それも、あの。お嬢様と同じような,感じなで。ああ、お嬢様。バーサス、ボン、ボンボン、ボ,ボ,ンボンですね。ボンボンはい。まあ、お嬢さんと、ええ、うん、坊ちゃん、ね。坊ちゃん。面白いですね。<laughs> そ名前だけで先行して、あの、そういう。嫌いはありますけど、あ<ー>まあ、それでも、あの、皆さんに注目いただいて。で、特に、あの。大崎上島なんか、まあ、そういった我々が、そういうことをすることで。えー、現地にも、実は、あの。 現地の生産者がそこでレストラン作られているんですけれども、はい、そういったところにもご訪問いただくような流れもできたりしてですねそういうことでまあ地域の活性化につながればいいなと思って、はい、まあ本当はあのさらに商売にももっとつながればなという,ふうに思っているんですけど今私の後輩たちが頑張ってやっていると思いますのでそんな水田さんが富山にいらしたわけですから、まあ、丸うと50%ぐらいが食に関わるということなので、はい、なんかこうお嬢様 おしたぼんぼんに続く中、アイディアが秘策が。そうですね<る>秘,策秘策はないんで、<laughs> あのまあ、秘策がないわけではなくて、まあ、地域活性化につながるような、うんえー、今度は商業施設、あの売る応援をする側として、ですねあああのいろんなことができたらいいなと思ってますし。うん あの富山ではあの前に、えー、伊水市の桜ますですね、はい、jr の中で手がけてましたんで,、うんでね、まあ今も養殖、えー、あの伊水の桜ますはあの養殖が続けられていると思うんで、はい、まあそういったこともですね連携できたらいいなとは思ってますし、はい、まああとはあれですねあの、えー、ご,ごあの発表してますようにあの、うん お酒日本あの,のです、ね、酒,造組合酒造組合の、はいえー、お酒が飲めるバーもあの富山とさんなんかと組んで、うんえー、やりますので、はい、そういったことも、まあ、富山の、えー、活性化につながればいいなとい,うういろんなアイディアをお持ちのようですね <laughs> 今日のビジョン・ザ・富山ゲストは、えー、マリエ富山、そして今月18日にオープンするマルートなどを運営している会社富山ターミナルビル社長の水田誠さんです。 え水田さんは先ほどもありましたけどちづくり地域が元気になることへの熱い思いを持ってらっしゃるんですが富山では富山駅周辺エリアのちづくりの方向性を、えー、行政や民間が連携して考える富山駅南北一体的なちづくりプラットフォームの会長も務めておられます。この会長につかれた理由と まあ、プラットフォームっていっても一体何をするのかという一般の方は思われると思うんですが役割について教えてもらえますか、はい まあ、プラットフォームの会場についた理由はですね、はい、あのよくわかりません、僕も。ま今までも、えー、駅のどちらかというと南口の方で、はい、いろんなあ活性化の会合に参加して、で意外と、あのかんなく喋らせていただいて、うん、でそういうことが、まあ、ご評価いただいたのかなというふうに思ってますし、まあ、今回、あの市のほうの、えー、推薦もありまして。 であの私なんかでいいのかなっていうくらい周りのメンバーすごい人たちばっかりなんですけれどもでもあの実際にマルートもあるしまあここは私なんかが頑張る場,場面かなというふうに思ってお引き受けしたんです、うんはい、でプラットフォーム自体はあのまだまだこれからあのどういうふうにやっていくかっていうのはあの手探りではあるんですけれども、うんえー、今まであの 市もそれから交通事業者、あ、え、い、ー、の風さん、地鉄さん、JR、えー、路面電車、それからあ駅北の、えー、北陸電力さんとか、えーまあ、それぞれバラバラにこういろんな活動をされてるんですけど、うんはい、ようやくまあ先ほどもあ,のあったように、富山のハード整備が、ですね駅のハード整備が大体完成しましたので、今後、一体的に駅の周辺含めて盛り上げていくっていう、その活動をいよいよ始めようということだと思うんです。うんうん でまあ、あの今回、18日の日に、えー、マルートオープングランドオープンしますけどそれと同時につな、ねまあ、がるウィークエンドというイベントが開催されますでそれはまさにあのいろんな今までバラバラにやっていた人が一体となってやる画期的なイベントだと思っていてそれが、まあ、あ一つのモデルになって今後、ルール作りとかそれから今まで、えー、どちらかというと行政試さんが主導していただいたんですけど、はい 今後、民間がどうやって活躍していくかっていうことを、えー、試される場面だというふうに思って思ってもう思いはあってもばらばらで、ね、動いてるともったいないですもんね、そうですね一緒になって同じ方向を向いたてで、まあ、富山あは そうですね、まあ、定例化とかあしていければなというふうふに思っていて、はい、今、イベントが、まあ、いつあるのか分からないけど、まあ、たまたま来たらやってたっていう状況かもしれません、はい、多くの人にとってはですね。でも例えば1週間に1回、金、ま、土、あ、は必ず位置が立つとか、ですねそういうなんかヨーロッパ的な感じで、うん、富山の駅前ってそういうところだよねっていうふうにみんな思っていただけたらいいなというふうに思っています、うん。水田さんはこの富山駅 駅周辺というのはどういう場所であれば,あればいいなって思っておられれますすそうですねこれ最近あの、先ほどにもちょっと共通するんですけど富山の人って本当にあの皆さん実感されてないですけど幸せに暮らしてると思っていてでそういう幸せに暮らしてる富山の人々の姿を象徴するような場所になればいいなと思っています。 テラスで、えーまあ、少し飲食の、えー、イベントなんかあると思うんですけどああいう形でこうゆっくり本当にビール片手にですねもう日中から飲んで、えー、みんなんでも騒ぐわけでもなくて、はい、みんな思い思いにこうゆっくり過ごすみたいなそういう幸せ感が出る,るといいなっていうふうに思ってて、まあ、そういったこともとかあ,のあと またま、たも今、どちらかというと事業者さんがイベントをやっているって感じですけどもっと市民の方が、えー、自分の趣味とか特技とかをご披露して、うん、でそこにいろんなあ組み合わせができて、えー、もっとこう新しい発見があるみたいなそういう出会いの場所になるといいいなとううふうにも思ってますまあよく言う豊かな暮らしそのものとかだけじゃなくて心もなんかみんなで。 豊かな暮らしっていうのがう、ね、駅から駅がなんかその象徴になればいいってことい、ね、うです、ね、なんかそれを見て県外の人もんなんか富山的、まあ、富山的とちょっと若干こう北欧的だとかポ、はい、ートランドオレゴン的だとかっていうのはなんか非常にかぶる部分があって、えー、なそういうことがまあ日本の中でも富山がそういうのが一番だよねって言われるようになったら嬉しいな水田社長がこれから富山であとどれぐらい、ね、あの赴任しておられるか分かりませんけど。 富山でやりたいことそしてこの後もご自身の、えー、自分の人生として取り組みたいこと未来へのビジョンをお話しいただけますか、はいまあ、あの日本はやはり人口減少って言われていて、まあ、もうあと80年くらいすると今人口が半分になるんじゃないかって言われてますけれども、まあ、一つはまあ本当にそうな,なるのかなっていうのがあって、まあ、この富山からそういう,こう暮らしやすくて、えー、幸せな、えー、環境 そういったことがこう日本中に浸透してくるともう少しみんな次の世代に対してあるいはあの。 しっかり子供を育てて持ってみたいとかそういった風になっていくべきだと思うし、うんはい、我々あの次の世代にしっかりそういったあの日本というのを残したいなというふうに思ってますで私ができることはまあどちらかというと町づくりなのでまあ私としてはそういう先ほど言ったような幸せな町みたいなものをですねしっかり富山駅の中で仕事をするあるいは他の町でもそういった仕事を続けられればいいなというふうに思ってますしはい、まあ その延長にあのいろんな、えー、こう地域の特産物だとかですねそういったものの、えー、活性化だとかそういうのにも取り組めばいいと思ってますけど、まあ、あくまで私はやっぱり町この国の、うん、国,国を、えー、こう豊かにするための町づくりというものを、えー、取り組んでいきたいというふうに思ってますね。 この後マルートのオープンそしてマリアのリニューアルも控えてますしそして富山駅がどんなふうに変わっていくのか私も楽しみにしています、はい、今後ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますご期待いただければと思います今日のゲストは富山ターミナルビル社長水田誠さんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございます